はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅カードを配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、この前の通院でね、入院中のことをね、ちょっとね思い出したことがありまして、まあ、それを今日はねお話ししたいと思います。まあ、今からねお話しするような感じのね場面がね、内容は違うけども、まあ、状況が同じというか、まあ、その、まあ、男部屋ならではのねあるあるなんで、まあ、ひょっとしたら女性の皆さんにはね分かってもらえないかもしれないんですけども、こんな男の人っているんやとか、まあ、男の人って入院したらこんな感じになるんやっていうような感じで想像しながら、よかったら最後まで聞いてください。大部屋に移った時のね話なんですけどもね、その隣のベッドのおっちゃんがね、多分糖尿病やったんですよね。6人部屋で3人がね白血病で、僕と同じ白血病で、3人は糖尿病で入院してました。細かくはね聞こえてこなかったんですけども、まあ、カーテン越しからね看護師さんやね先生とその患者さんらの会話ってね、まあまあ聞こえてくるわけなんですよ。別にね、その聞き耳をこうやって立ててるわけじゃないんですけどもね、まあもう普通に自然とに聞こえてくるんですよね。まあその時のね看護師さんと隣のおっちゃんの会話なんですけどもね、インスリン打ちました、まだや、4回打たなあかんのにちゃんと打ってくださいね、ほな打ってや、できることは自分にやってもらうのは困ります、そんなもん針刺してちょっと押すだけやないかい、それだけやねんからできるでしょ、はよやってや、はいはい行きますよ、はい、次の時間の10分後になったら確認しに来るから次は打っておいてくださいねっていう会話がね隣から聞こえてきたことがあってですね、まあ、看護師さんめっちゃキレてましたわ。まあ、その日からね何日かしたらね、そのおっちゃんはねナースステーションの近くのね大部屋にね引っ越ししていきました。そのナースステーションに近い大部屋っていうのはですね、まあそういうような感じのね言うことを聞いてくれないおっちゃんらがね入るとこってね聞いたことがねありますけどもね、まあ僕が入院してたら今どうやったか分かりませんけども、でもそのまあすぐねその看護師さんがこう来てくれなあかん状態の患者さんが近くの部屋にいているのはどこの病院でも同じだと思うんです。あのおっちゃんの状態がね悪化してたようにはね見えなかったんですけど、まあ、見えてへんわ、カーテン越してからね声だけはね、そのまあね弱ってそうな声には聞こえてなかったんですけどもね、まあしかしねほんまに男ってねバカですよね、というかねわがままな生き物ってつくづく思いますほんまに。でもう一人ね、そのまた違うおっちゃんなんですけども、まあ、その隣のおっちゃんなんですけどもね、まあ、さっきのおっちゃんが出て行ってすぐに来たおっちゃんの話なんですけども、まあ、結果的にこのおっちゃんもね引っ越すことになるんですけども、まあ、そのおっちゃんはねその夜中の2時ぐらいやったかな、トイレに行きたくなってナースコールを押しました。まあねトイレぐらいでナースコールってね迷惑な話だなって思うかもしれませんけども、まあ、そのおっちゃんはね移動はね車椅子なんですわ。ほんで懐中電灯をねバイト照らしながらね看護師さんがやってきてね、カーテンをそーっと開けて、どうしました、ちょうどトイレ行きたいんやけど、じゃあ車椅子取ってきますねと言ってね、その廊下に置いてある車椅子を取りに行っておっちゃんを乗せて、トイレに行きました。まあ、点滴をしたりするんでね、一人で点滴棒をこう引きながらね車椅子というのはですねなかなかこうできませんので、ナースコールを押すのもね無理はありませんねって感じですね。ほんでしばらくして帰ってきてベッドに戻った時にね、ベッドの背もたれちょっと倒してくれへんかって、はい、これぐらい、おう、あーしまった届かん、布団かけてくれ、はい、枕もちょっとずらしてくれへんかって、自分でできることは自分でやってね、痛いんや、痛くても自分でできることはやってくださいってね、ちょっと切れ気味で言い放ってね帰っていきました。最初はねこうボソボソと話してたのにね、もうほんまに切れたんでしょうね、声をね上げてましたからね。まあ一人でトイレに行けないのはね理解できますけどもね、その身の回りでねちょっと頑張ればできることでもね頼んでしまうおっちゃんってどうなんって感じですけどもね、まあ、看護師さんもその暇ちゃうっちゅうねんね。ちなみにそのおっちゃんもね糖尿病で入院してきたようです。同じようなインスリンの話もしてたんでね、まあ、でもきっとね足に症状が来てたんでしょうね。でもね、一人で歩かれへんほどの症状って相当ですよね。今思うと本当に痛いんやろうなってね、思いましたわ。まあ僕も気を抜くとね、そのおっちゃんらみたいな感じとまた違う種類の、糖尿病のステロイド糖尿病っていうのに、ね、なる可能性が、ね、あるのでね、気をつけていきます。今日は以上です。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。